はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もメダロット2プレイしていきます。さあ、前回ですね、この遊園地に来て、今回は何だろう、ミルキーランドに来たところから始めていきたいなと思います。はい、ね、こんな感じでミルキーのお城とよくわからないけどで、アリカいますね。うんうん、はしゃいでんのか。うんうん、ああ、星に乗って、アリカ消えたと。まあ、アリカ消えたんですけど、こっちに行った方がいいみたいなんで、普通にアリカ無視していく。じゃあやっていきますか。あ、これで着きましたね、これ。さらに進んで、あ、アリカもいた。うん。ここから先は私、一気の後をついていくことにする。ああ、マジで。これはなんだ、やれやれ、ちょっと一休み。ここは昼のミルキーランドだよ。そして僕は可愛い。ラピちゃん。あ、ラピちゃん。何してんの、ラピちゃん。あ、ラピのぬいぐるみってこれか。前回アリカが欲しがっていたですよね。レースは最高に燃えるよ。僕に勝ったら通してあげる。どういうこと？うん、向こうまで僕と競争しないけど。なんだ？メダロッドレース。今回のレース会場は砂漠です。は？何？砂漠得意なやつ行けってこと？え、知らないけどな。うん。一輝さん。アリカさん。うん。争うの？え、また連射？連射するけど、あー、砂漠とかあいつあんまり。うわ、早い。あいつ早い。あー、リレーか、リレーか。指が、指が。あ、いいぞいいぞいいぞ。頑張れ、頑張れ。タング頑張れ。くっそ、あいつ早い。あいつ早いわ。ぐははは。連打の問題じゃない。もう連打をしまくったけど。あ、これ勝たないとダメなんだ。だったらなんか、適正考えた方がいいんだな、足の。よし。めっちゃきつい。連打が。連打がめっちゃきついわ。優勝だって何もくれないのに。ぐはは。久しぶりにゲームでこれだけ連打したな。よし、進みましょう。さっさて、また下に行くのかな。あれ？うん。あ、こっちか。うわ、またなんかあんな。さあ、またこのエレベーターに乗るのかな。うん、なんかいるな。あれはあれか、案内の人か。なんだ、ははは、この王国はわしがもらった。なんかイベントかな。ロボロボ魔王、どこにいるの。どんな場所には現れる。はいはい、あ、こいつを倒すっていうのが一応このアトラクションの目標かな。うん、魔王の手下が現れる。へえ、あ、戦っていくの。魔王で勇者、魔法で勇者に変身。あー、ドレス。え、また女の子のやつ。うん。今度は、あー、オッケーオッケー、勇者の服。倒していくんだ。どこにいんだ。あ、いるんだ。いるな、左下に。じゃあ倒していきますか。ロボロボ団。10体の。まあ、全然強くなさそうだけど、まあ、戦い自体はねこんな感じで。でね、このレトルトカレーのね脚本を変えたんで、この谷間に強いかな、スピードアップしますよね。こういうのも重要みたいですね。よし、まあこんな感じで倒していきましょう。楽勝でしょう、3対2なら。はい、じゃあこれでズドンと。まあ楽勝ですね。ちょっと1体不運にもやられてしまったんですけど、よし、これ10回って結構大変だな。ロボクリムゾンテール、まあじゃあ倒していきますか。全部こいつらなんだろうな。はい、そして10体目も倒しました。結構大変でしたね。はい、これで魔王が出てくるのかな。うん、ぬいぐるみのねふりをしていたんですけど、さて、ここに魔王いんのか。一
卑怯よ魔王、子供を返して。子供が…あ、本当だ、誘拐されてる。はっ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 と。なんだ、ここまでたどり着けたことは褒めてやろう。だがどうやってそこからこのわしを倒そうというのだ。こっちには勇者がいるわ大丈夫かな。なんかすげえ揺れてんだけど。あ、力を見せろと。よし、なんか幽霊みたいなやつだな自分から来るんだ結局魔王。あ、すごいな。パーツはこれで合ってるかな。あ、大丈夫そう。じゃあね、とりあえずボス狙っていきましょうか。まあ、ここら辺はいつも通りで。うわー、相手も早いな。何やってくんの、ビーム。あー、相手もビーム持ってるわ。よし、ナイス。結構ね、ビームは外れやすいんで、そこら辺かわしてくれると嬉しい。あ、ビームか。あ、ビーム系だな。右腕60。うわー、一発威力はあるんでねやばいやばい。うわー、メダフォースも貯めてんの。さあ、これで一発もあるよ。ガトリング、頭いけ。うわー、マジか。フリックフラッグやばいなこれ、敵強い。さあ、判定の結果は、おお、なんとかギリギリだったな。なんか敵はめっちゃ強かった。うわー、経験値すごい。おお、なんか勝ってた。よし、魔王を倒して。子供帰ってくんの、えいいのか。あ、迎えに行くのか。あれ、子供は、楽しかったって子供は。何、お疲れ様でした、こちらへどうぞ。はい、うん、名前は一輝です3人しかいないけどギャラリーが3人。あ、ラピのぬいぐるみくれるんだ。はい、それでは皆様ごきげんようと。へえ、これだけ、マジで。こいつは、お疲れ様かじゃあ行くか。さあ、お城から出てぬいぐるみ欲しいと。これを断っておくこいつも悪いよな。結局なんだろう、アトラクション全てがバトルになっていくんだよな。しかも結構戦うっていう。はいはい、じゃあまたどっか行くのかな。なんだ、あの、僕ですか。あなたくらいの年の女の子を見なかった、どうかしたんですか。あ、魔女のお城ツアーに行ったっきり、さっきの子供じゃないかな。うん、そういえばあのロボロボ団が子供をね誘拐しようとしてたから。うん、あ、カリンちゃんか。カリンに聞いてみるか。はいはい、こいつかな。うん、すみませんと。子供どうした。うん、いや、あったかな、どうだろうお城の中にあったかな。あれ、何もなし。あれ、あれ、アリカがまたいるんだけど。うん、え、またアリカこの魔女の城に入んの。相当ハマってんだな。おお、うん、また同じことやってんのか。ミルキー、ミルキー怪しいな。えアリカも二度目で。うん、こっちか。あ、ここ通っていいんだ。うん、あー、あ、ここが進めるようになってる。なんだこの階段。はい、勇者くん。あ、ミルキー、そうだよな、関係者以外。なんだ、戦い。あ、ミルキーとも戦うの。へえ、大丈夫かな。さっきのね、魔王も強かったんで結構心配なんですけど、同じような感じで、はい、まあ命中力を高めながらやっていきましょう。うーん、強いな、この時点で強いってわかる。殴る攻撃か。あ、またこいつらか。なんか魔王とモンスターというかメタロットの編成が似てるな。ああ、こんな感じだったんですよね。かわすかわす。
で、これが当たるかだな。さっき全く当たらなかったんで。ミサイル。ボンと。よし。これなら勝てるかな。当たるならばいける。ポーンと。脚部で防御で3。あ、これいったな。で、頭にも貫通して。なんかポーズが面白いな。よし、倒しましたよと。まあ、そんなにさっきの魔王の方が全然強かったですね。どうなる？なんで戦ってきたの？もう悔しい。こうなったら君も私のコレクションに加えちゃうんだから。なんだコレクション、やっぱり悪いのかな。うわ、子供を誘拐してる。おかしくないかこれ。どういうこと？下のメダロットが捕まってんじゃないの。うん、閉じ込められてる。あ、ジェットコースターの写真の子供か。変な格好した人たちが、あ、ロボロボ団にする。うん、仮にいないな。うん、恥ずかしい格好。ああ。うん。あ、そっかそっか。あ、見張り目だとやっつけたらいいの。はいはい。開けてくれんのか。これで開けてくれんの。いや、あいつらが捕まってんじゃないのこれ。普通に階段から出たらいいと思うけど。階段もロックされてんのかな。あ、戦う。3対2じゃないか。絶対勝てるぞ。3対2だったら絶対負けないよ。よし、もう一発でしたね。普通に。さてさて。これでどうなんだ。うん、サラミ様。なんだサラミって。ロボロボ団の幹部かな。なんで捕まってたかよくわかんない。これ絶対メダルの方が捕まってたと思うんだけどな。よくわからんな。さて、待つでしゅ。あ、あいつか。うん、君カリンちゃんと一緒だった子じゃない。誰でしか知りませんよ。うん、その子がどこに行ったのか教えてほしいと。なら勝つことですしね。あ、こいつやっぱりあいつなんだ。ロボロボ団幹部。あ、ロボロボ団も来た。ロボロボロボ3体でってこと。ロボロボ団員。なんだ、ロボロボ団倒すってことかな。さあ、これで倒したかな。よし。まあ、まずまずだったな。結構攻撃があったの敵でしたね。うん、あいつとは戦ったのか。サラミはロボ。あれ、うん、大人は頼りにならない。子供を洗脳してロボロボ団にするでしょう。うん、バカな大人が多いのか。うん、まあそりゃそうかも。こいつも子供なんじゃないの。うん、じゃあ倒すか。さあ、ボスなのかな。じゃあミサイル、スポッター、うん、3ビームで。ここら辺は安定ですね。あ、敵があんまり足速くないからこれはいけるかも。ミサイル。よし、なんだ、見たことないなんか感じのロボだな。メダロット。よし、右破壊して脚部にもダメージと。いい感じですね。で、これも当たれば打つ攻撃。よし、あ、全部同じか脚部。あ、脚部はかなりあれだな、装甲が厚いな。ね、サブマシンガンとギガントレーザーいっかな。どう動い、3ビームの処方にしとくか。ギガントレーザーはね、結構壊れてしまって撃てない時は多いんで。あ、殴る攻撃パワーあるんだよな。まあ、こいつに言ってくれてるのはいいですね。なんだ、トラップ、攻撃を打ち消す。あ、マジか。攻撃、あー、これ破ってほしい。あー、無理か。打ち消された。あれ、打ち消されない。二重のあれは意味ないんだ。
バカだなバカだなこいつも、理由でどっちもあれやってくんのか、どうやって勝つんだろう。ミサイル、ギガントレーザー、よし、楽勝じゃないかな。普通に脚部壊していけ。52か、壊れないな。脚部は走行が厚い。あ、ミスったな。守りやるつもりだったんだけど、普通に命中率上げてしまった。さあ、ポンポンと。なんだこれは。左腕壊して、なんだろうなこいつは。あ、攻撃か。ようやく攻撃してきた。ハンマーでボーンと、うわー、右で。おお、なんとか。これでかい。ここで壊れなかったのでかいな。よし、こいつはいいよ。ハンマー、敵もあんまり攻撃無効が有効じゃないことに気づいたかな。あ、左で壊れたか。マジか。うわ、貫通もしてる。右で。やっぱりパワーありますね。さてさて、殴る。これで頭いったらやばいんだけど。大丈夫かな。左腕。よし、耐えた。これ勝っただろう。さあ、ミサイルで。次はどこだ。左腕か。じりじりだな。結構走行が厚い、本当に。脚部を壊した後は頭だけですね。あ、脚部壊れないか。さあ、もう一丁。脚部を壊してほしい。ボーンと右かな。お、脚部だ。よし、これで足が遅くなる。で、そろそろサブマシンがしとくかな。ちょっとギガント、あー、またやっちゃったな。さあ、これで壊れてくれ。どうだ。よし行きましたね。何が狙いだったんだろう。攻撃を打ち消すやつかな。さて、ひどいことするそっか。お、頭パーツと脚部パーツくれた。おじいちゃんに言いつけてやる。あ、帰ってきた。これで子供解放して、どうなんだ。うんうん、かりんちゃんね。かりんちゃんどこだ。こっちかな。あ、いたいた。何してたの、かりんちゃん。普通にアトラクション楽しんでたのかな。あ、道に迷ってるところを小さな男の子に見つけられてお城前に来たんです。うん、またはぐれて。体は大丈夫。あ、貧血を起こすのか。うんうん、そうですね。魔王後ろで魔王何してんの。うん、あ、ティンペットくれんの、ありがとう。よし、あ、また名前か。名前は五目ご飯かなめちゃめちゃ適当だけど。あ、これ帰んの。よし、さあ出てきて。あ、お父さん来た、かりんちゃんの。うん、救急センター運ばれてんのに早死にするんだろうなこれ、かりんちゃん無茶しすぎだよな。アリカも来た。あ、セレクト隊もいるな。うん、あ、また通報してくれたのか。ロボロボ団も捕まったのか。うん、よしよし。あれって人間なのかな、ロボロボ団って。あ、船着き場もう帰んのか。そうそう、サラミもどっか行ったな。捕まったのかな。さて、あ、乗客君で最後なんだ。みんな早いな。アリカのお母さんとかすぐ帰って行ったけど。うん、イッキ君。あ、カリンちゃんもいた。うん、一緒の船だったと。お礼が言いたかった。はいはい、ありがとうございましたと。あ、イッキも優しいな。僕ね、え、メダロット島に来て本当に良かったと思ってる。
あ、かりんちゃんとも仲、あ、いい感じになってきたな、なんか。うん。はいはい。パパとママに話して、まあ、なんか、結構危ない目に遭ってるからな。誘拐されそうになってるし。あ、ぬいぐるみ。よし、こっちにあげとくか。ひどいな。せっかくアリカも連れてきてくれたのに。よし。あ、泣いてんの？辛口工事はどこに行ったの？工事へ。工事が見といてやれよ。ああ、みんな出て行ってる。結構乗ってんだな。お母さん、お母さん何してたの？アリカのお母さん何してたの？うん。はいはい。じゃあ行きましょうか。さあ帰ってきたぞ。お帰り一気と。うん。天崎さんから連絡もらっていたということですね。うん。あ、反省してんのか。いや仕方なくないか、仕事だから。うん。はいはい。あ、メダル島の話をして、そのまま一夜明かしちゃうかな。あ、寝てる寝てる。で、起きて、うん、今日はそうだ、メダロット博士に預けたパーツを修理。あ、そういえば壊れたパーツ預けていましたね。どうなったんだろう。なんだ、お父さん新聞か。うーん、あ、ロボロボ団捕まったな。さあ博士のところに来て、あ、待っててくれた。修理が終わっていて、あ、普通にパーツにしてくれるんだ。カラフルアーム、クリックリン。今お隣のメダロポリスでは厄介な事件が起こっているようじゃ。レト、いや、噂では、え、レトルト仮面が？レトルト仮面って博士じゃないの？うん。あ、次はメダロポリスに行けと。はいはい。で、その前に、こっちのナイさんのところにも行って、うん、何か完成してるみたいなんでね、エレメンタルシリーズ完成ではないのかな。はいはい。あー、なんか戦ってんのか。ちょっと見えないけど若干。あ、倒してる、普通に壊してるぞ。おー、なんだ、回復してんのかな。うん。そして、エレメンタルシーズンのチェックはこれで終了ですが、どうかしたんですか？何かが足りないような気がするんです。はあ。お願いがあるのですが、何ですか？よろしければ、あ、エレメンタル戦う。OKOK。強いのかな？普通になんかポケモンバトルみたいな。森か。ミスったな、室内かと思ってた。さあ結局時間切れで、はい、勝ちましたね。これで良かったのかな。うん。あ、いいデータ取れそう。そして、あ、エレメンタルシリーズくれるんですね。あ、どれでもいいんだ。どれがいいんだろう。ああ、いろいろあるな。このタイプあんまり持ってないんだけど、泳ぎは得意そう。あ、潜水型欲しいな。味方を補助。うん。あ、未調整なんだ。なんだなんだ。炎に包まれた。冬型か。ちょっと、泳ぐやつ欲しいかな。じゃあ、泳ぎのやつで。はい、こいつ行きましょう。はいと。身代わりヘッド、身代わりハンド、身代わりアーム、身代わり。それでいいのか。ありがとうございましたと。うん、今回はメダルくれないんだ。はい、ということでね、今回長かったメダロットもクリアして、ね、次は何だろう、メダロポリスに行くのかなっていうことでね、多分都市だと思うんで、はい、次回どうなるかですね。どんな街なんだろう。
という感じでね、また次回もね、お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。